あのテスラが、あのなんか中古のテスラを買った人がいて、で5年ぐらい乗ったらバッテリーが全然充電できなくなって、で直すんだったら240万ですって言われて、ムカついたから爆破したっていう、スウェーデン人、フィンランド人の人の動画が面白いので、興味があれば見て,みてください。なんか新しい仕組みって割と面白いので、みんなが飛びつくんですけど、あの長く続いた仕組みって、それなりにそのあの循環機構があるんですよね。 なのでそのガソリン車っていうのもああのまあぶっ潰して固またら鉄の塊になるんだから鉄の塊にしてじゃあ製鉄工場に持ってって使えるよねみたいのがあるんですけどその電気自動車みたいなのバッテリーの場合ってぶっ潰しても使えないんでですよねでなんかあの妙な薬品漏れちゃうしレアメタルとかもあるから抜かなきゃいけないしみたいなのがあったりしてなのでその純粋にその電気自動車が廃棄になった後にその環境の中でどうやって循環されるかっていう仕組み自体がまだできてないんですよね。 なのでそのエコっていうのはそのエコロジーとか,そのかのそのえーと経済的に安いっていう意味のエコだったりとか循環っていう意味があるんですけど実はその電気自動車ってその二酸化炭素排出量っていう面ではエコかもしれないんですけどその循環という意味でいくと実はまだエコの輪ができてないんじゃないかと僕は思ってるのでなのであのなんか電気自動車エコだよねっていうのもなんかどうなのかなと思ったりします。